かなでです。13歳です。3歳からドラム始めました。お父さんがドラムをやっていて、小さい頃からお父さんがドラムをやっているのをずっとそばから見てて、それでドラムやってみたいなって興味が湧いて始めました。YouTube ってあるじゃないですか。小さい頃にやっぱり遊び感覚でやっている動画などをやっぱりいっぱい上げてて、でそこで ある音楽会社の方が見てくださって、そこからライブなどをいっぱい読んでいただいて、そこからたくさんドラムのやることが増えて、で今ここにいるかなと。とても緊張して、もう手が震えるぐらい緊張するんですけど、やっぱり一生懸命頑張ろうと思って一生懸命やります。と基本は基礎練習を毎日しっかりやって、ライブが近い時にはそのやる曲を徹底的にやってます。シンガーコントロールっていうのがちょっと左が苦手なので、左を徹底的にやったり、あとチェンジアップっていうものをやったり、それなどいろいろやってます。学校終わった後にもうドラムを一生懸命頑張って、まあ、宿題もあったりはするんですけど、やっぱりなんとか時間を削ったりしてうまくやってます。初めてライブする時が、その通っているスクールの発表会なんですけど、その時にお母さんがなんかこのティアラをお守りみたいな感じで、これをかぶったらなんかドラムのお姫様になるんだよみたいな感じ で、そこからもうずっとティアラつけて、ティアラをつけたら頑張れるみたいな